あはいどうも皆さん、おはこんばんにちはということでおはようございますボクシングです、えー、今回の、えー、雑談動画となりますそして今回の雑談動画のテーマなんと Twitter で募集しましたそのテーマはなんとねしょうもないと思ったことですそれではね早速、えー、しょうもないと思ったことリプをたくさんいただいたので 返答していきたいと思いますナンバー1カボコさんからのお便りこの企画わかるよわかるよ僕もです思ってますすいません続きましてマイケルさんからのお便り買ってもいないのに宝くじが当たったら何しようか考えている自分しょうもないと思います ああそうですかね結構僕夢を見るのは結構好きなんですけどねあーマイケルさんは、えー、宝くじ買ってもないのにしょうもないと思ったそうですよ皆さんどう思いますか続いてのお便りけだものちゃんさんからのお便りですいつまでも過去にとらわれてる人を見た時確かにそうですよねまあ過去は変えられないんですけども 今現在どうしてるかそして未来にどういう方向性で動いてるかここがね、えー、僕も大事だと思います一緒の意見ですねはい続きまして翼さんからのお便りです教室の花瓶に花ピーをね、えー、くっつけて、えー、怒られ不愉快ですと言われたことなぜ怒られたのか未だにわからないこれはあれですねえー、先生の設計 今日が不快に不快に思ったことですよねこれこれしょうもなくはないですよねあの誰もうね誰が見ても怒りますよ教室のね花瓶に自分の鼻瓶でねくっつけて遊んでたら不快です不愉快です言われますよそれはあなたが悪いです翼さんはい続きまして夜桜さんからのお便りです友達がパチンコで勝った勝ったと喜んでたらいくらって聞いたそしたら1000円だったこと しょうもないですね。バチンコで1000円。うんー、しょうもない。続きまして、マキシさんからのお便り。ダイエットのためにランニング行こうとして、玄関出てすぐに階段で捻挫したこと。ああ、確かにそう、しょうもない。しょうもなくはないですけどね。がっかり、結構がっかりした。んしょうもない。しょうもないですね。はい。続きまして、葉月さんからのお便りです。このスイカ、安いかしょうもない。うん。ぴったり。君の。 リプは正しい続きましてサフームさんからのお便り現在進行形で PS4 のアカウント乗っ取られていることこれはねあのしょうもなくないですねこれはねえー、やばい話ですねはいアカウント乗っ取られたらどうなるんですかねこれ取られちゃったってことですかねかわいそう続きまして四つ葉さんからのお便りです焼きに送付す 醤油派かと聞かれたとき。あしょうも僕、結構こういうテーマ好きですけどね。僕はちなみに醤油派です。続きまして、カルさんからのお便りです。起きたら3時だったこと。これ、何の話ですかね僕は分からん起きたら3時だったことの話ですよね、これ。多分、何でもないですよね。<laughs> 続きまして、ヨイチさんからのお便り。 前に20キロできなかったら顔出し配信があったんですけど、えー、その配信者は仮面をつけて顔出しして正直しょうもねえと思いました確かにしょうもないですねそんな企画する人は誰ですかね本当にその人しょうもないですね続きまして GG さんからのお便りボクシングの顔これはもうただ単にしょうもないではなくもう僕個人の問題ですけどもあの悲しいですね はい、そういうあのすいません顔はいじるのはやめてください <laughs> 整形してこよう目と目と鼻と口とうんおでこ、うん、ほっぺ全部整形してきますすいません続きましてさとさんからのお便り、えー、学校で会うといつも「今日何時間しか寝てないんだよね」っていう人しょうもないですよね確かにしょうもないです 僕も思いますね。ちなみにボクシング CH 今日一睡もしてませんありがとうございます。続きましてミズさんからのお便り。ロケランを敵に撃とうとしたら自爆した。しょうもないですね。あとちょっとでやれたのに自爆。自爆。爆発は芸術だ。続きまして、いつきらさんからのお便り。 小学校の時友達が先生の机にマヨネーズを塗りたくっていたことこれ面白いっすねこれ僕好きっすけどねそういうなんかどっっっからマヨネーズ持ててきたんだって話にもなりますどうしてマヨネーズを先生の机に塗ったんだっていう結構こういう僕しょうもないこと好きですけどね続きまして蓮さんからのお便り「オットセイ」をここから下に「オットセイ」うーん素晴らしい

おっぱいい星人登場とうことで続きまして緑虫さんからのお便りうんこをしている、えー、僕うんこをしている時しょうもないとは思わないですけどねこれもう人間の必要なね、えー、行為だと思ってますんでうんしょうもないのかなどうなんでしょうわかりません続きまして玄慢わら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 さんからのお便りラマかと思ってフレンドとダッシュで向かったら 岩だったしょうもないですね。何のために急いでフレンドと走りに行ったのか。結果、岩だった。うーん、しょうもない。続きまして、パーさんからのお便りそんなことどうででもいいでボクシンングのスタンプ販売しようこのね、LINE ス,スタンプの話はね、結構前から言ってたんですよ。4月ぐらいに話出てて。で、えー、早くて7月とかの言う話になってたんですよ。この話。えー、長いので 以下省略ということで、まああのー、もう少ししたら出るかもしれません。はい。えー、続きましてホトナさんからのお便り。友達がリンゴ聖人カットしたこと。これどういうことですかね。友達がリンゴ聖人になっちゃったこと。これこれはただただ友達がリンゴ聖人になっちゃったことですよね。これしょうもなくないですね。これはね奇跡ですよ。続きましてフルーツポンチさんからのお便り。 エピックスカーかと思って、えー、初動で降りたら、えー、スコープ付きアサルトだった時あのー、これ結構ね僕の放送でもねあのスカ落ちてたよって言って見に行ったらスコープ付き、あのー、アサルトだったんですよしかもそのリスナーさんの言い訳であのー、なんだっけあのー、ス,スカーじゃなんかねスカーじゃなくてねあのスコーっていう言い訳をしててマジでその時ねしょうもないと思いました。 続きまして、ジン・ひまさんからのお便り。トイレでしたボクシングはでかかった。これはボクシングという名のうんぴーですよね。うんぴー。しょうもないですね。<laughs> 続きまして、リックダイオさんからのお便り。フォートナイトでのチーミング。ああこれはね、もう本当にね、しょうもない。もう、あの、チーミングする人はマジでしょうもないと思う。私もそう思います。 続きまして、中トロさんからのお便り。僕の金玉とボクシングの顔が似てたこと。もうしょうもないですね。もうぴったし。もうしょうもないんだよ。もう、うん、もう素晴らしい。100点。続きまして、ガズムさんからのお便り。朝起きたらムカデ。あのね、すいません。ガズムさんね、あの、このシリーズ化でね、いつもね、朝起きたらね、ムカデって答えてるの。あなたもこれ、読んだからもうやめてね。お願いよ。 続きましてはるさんからのお便りボクシングチャンネルなのにボクシング関係の動画は全く出していないこと確かにそうですよねまああの話は別となりますがあのボクシング連盟の、えー、話がすごいじゃないですか最近それであのボクシングを許すな に対して本物のボクサーがそう思って欲しくないっていうリプをしてたのがすごいねあの勘違いなんですよ。それはあの競技のボクシングではなくボクシングを許すなは僕の,アンチ僕のことを言ってましてボ,ボクシング本来のスポーツのことはバカにされてないのでご安心ください。続きましてラストですね。ドルさんからのお便り山根会長がボクシングだったことことれはもう とんでもでもでもななないいでででですすよようとんんこれなんで僕がボクシング界のヒトラーになってしまうのかちょっとわからないんですがまあこの辺で終わりにしようかなはい数々、えー、たくさんのリプ、えー、今回はですね過去最高278件のリプが届きましたそしてえー、リプの中で一番たくさんあったもの それはですねボクシングの動画ボクシングの現在そしてこの企画ということで、えー、素晴らしい企画だと私個人的には思ってます。ということで皆さん一日頑張りましょうそれではバイ